こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルの時間でございます。今日は獅子のごとくをしていきたいと思います。獅子のごとくなんですが、はい、周年武将ということで、柳生さんが降臨しております。5周年なのでかなり強いんですが、総国の有利プラス 20%。 ちょっと長いので読んでください。難しいけど総国いろいろでしたね。三星変身の 10% を獲得する。で、守護霊もダメージプラス 24% ということで、総国のいろいろがめちゃめちゃ有利になるっていうのと、あとダメージ兵士もプラス 10% ということで、なんかめちゃめちゃ壊れてますね。これは本当に衣装もね着てるのでフルセットで欲しいなというところですね。回数を整えてます。220回以内で頑張って出したいです。1回目の天井でなんとか来てほしいんだけどな、なかなか来ないよな。フル天井じゃなければ OK。 はい、だんだんとこうカウントダウンが差し迫ってきています。15 14 13 12。いやードキドキだな。10 9 8 7 6 5 4 3。やばい。さ、2分1ギャンブルどうなるか。パパパン勝ちました。よかったです。マジでよかった。いやー、なんとかなりましたね。いや、衣装もあってさ、守護霊もさ取りたいからさ。あ、こちら衣装ですね。なんかすごいおじいちゃんになりますね。白いひげが長い、渋い。ダメージを緩和ダメージにする。とりあえずダメージ、必ず貫通ダメージ。まあでもダメージ系は強いって相場が決まってるので衣装を取りましょう。あと衣装ってなんかさ、復刻が全然まだ来てないじゃん、今までの。去年のね、真田さんもそうだし、なのでちょっと衣装はマストで取っときたいなというところですね。はい、ということで5周年の名にふさわしい強い武将でした。11回目の天井で取れました。よかったです。はい、こんな感じでね、もうすぐ、テトリ川の戦いも始まるので、それに備えて皆さん頑張っていきましょう。もし、サーバー移動したい方がいたら、ぜひ、概要欄の方に、連絡先書いておくので、そちらに連絡ください。あとあれだ、三方ヶ原の頂上合戦、お疲れ様でした。まあ、前回の動画で言った通り、まあまあ、こうなるだろうなという結果に落ち着いたので、まあ、よかったです。毎回頑張りました。来てくれた方々、ありがとうございます。でも、仕様的にはね、みんなと、こう、他のサーバーの方とも一緒にできて楽しかったので、まあ、たまにまた、やれたらいいなと思います。なんか、頻繁にはちょっと大変だけど。そう思いました。そんな感じです。今、ここでアパーカーにショッパン着てます。見たらわかるんですけど、カービィが。GU とカービィコラボのパーカーをカービィ大好きなので買いました。そんな感じです。では最後に YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンよろしくお願いします。噛みました。じゃあね。